て弱気じゃダメさ。今見せてやれ、しなやかな底力。ダッシュカルボに走れ、大地を蹴り、ただダッシュ虹のアーチを目指せ。ダッシュ時を越えて永遠へ、願い込めてダッシュダッシュダッシュ。スクリーンボール。オイラ日の丸四クロ、強敵ヘルスキッズとの第2レースは恐怖のピラミッドコースだった。出走したパンクローとリンコの健闘にもかかわらず、ヘルスキッズのキャプテン大道正史にはいまいちかなわなかった。これでオイラたちダッシュウォリアーズとヘルスキッズの戦いは1対1のタイになったってわけだ。残るは最後の第3レースのみ。なんとしてでも勝利はオイラたちが奪い取ってやるぜ。ここまで1対1のイーブンで試合を進めてきた両チーム、第3レースに勝負をかけます。いいか、いよいよ最後のレースだ。これを落とせば今までの苦労が無駄になってしまう。分かってるな。あう、ガイド。貴様、さっきのレースは何だ。敵を助けるような真似をしようって分かっているのか。この第3レースは絶対に負けられない。何をやっても勝つ。貴様のフェアプレー精神など丸めてそこらへ捨てちまえ。大道さん。ふん、怖え。それでは勝負の分かれ目、サバイバルメイズの第3レース、その名もレインボーメイズの登場トイス。俺たちが走ったピラミッドの中にあんなコースが。それではレインボーメイズのコースを説明しましょう。コースは見ての通り迷路、ただしそんじょそこらの迷路ではありましん。虹のごとく七色に塗り分けられたエリアは、赤がノーマル、オレンジは砂地、黄色は砂利道、黄緑は芝で、緑はデコボコ道、青色は泥の道、紫は水という具合に分かれているんです。つまりそのエリアに合わせた改造をその場で行わないと不利になるわけです。この道にあった改造は、そう、このレースは改造のスピードも大切。さらに入り口は7つあり、どれを選ぶかが運命の分かれ道になるんです。分かったかな。分からない。ではこのレースの出走者を紹介します。まずダッシュウォリアーズは四クロウ君とシンクロウ君、対するヘルスキッズは大道君と杉田君です。四クロウ、迷路は片方の壁に沿って進めば必ず出口にたどり着く。なたるいことやってられっかよ。おいら直感で突っ走るぜ。四クロウの直感ってさ、当てになるの。さあ、そんなこっちゃ勝てねえぞ。大丈夫だよ。あのシンクロウという男、俺と同じ方法で走る気か。大道さん、すみません、ちょっと。なんだ。これを耳につけてください。ん？なんだこれは。俺たちを勝利に導くお守りですよ。さあ早く、もうスタートの時間です。着きました。果たして誰が一番早くゴールにたどり着くことができるのでしょうか。
運命のシグナルが灯るとともに各社一斉にスタートしました。まさに両チームが生き残りをかけたサバイバルレースの開始です。今両チームが迷路の中に入りました。行けヨックロー、負けるなシンクロしまった。行き止まりだ。くそ。まずは四クロウくんリード。当てずっぽが結構当たってるようです。くそ。お守りは何をやってるんだ。待たせたな。杉田は次の角を曲がれ。ライドウさんはその道でいい。これは地震機か。まさか。くぅ。バッチリですぜ大道さん。上から迷路全体を見てコースを教えてるんだな。これが監督の作戦か。なめるな。大道こんな手を使わねば勝てぬ男ではない。おのれ大道。ダメダメ、こっから先には入れないよ。ほらほら、おかえり。すいません、おトイレどこですか。ですね、ここをまっすぐ行ってですね、売店の左の角を曲がってちょっと行けばありますよ。どうもすいません。次だ、そのまま直進だ。よし、またスピードアップだ。なんだあのメガネ野郎、急にスイスイ行きやがって。それに引き換えこの俺はビリだもんな。だいたい俺のシューティングスターはこんなトロトロ走るコースは似合わないんだよな。ここからは砂の道か。よし、改造だ。あれ、あいつオフロードエリアなのにスポンジタイヤのままじゃねえか。ペルスキーズの杉田君、改造もせずにオフロードエリアを突っ走ります。時間を稼ぐ作戦でしょうかね。くそ。あ、ガイドまで追いついてきたぜ。早く改造しなきゃ。あれ、どこだ。どこ行っちまった。あれ。これはあいつの落としたシャフトだな。くそー。どこだよオイラのシャフト。頼むよ、声を出してくれよ声を。おい、落とし物だぞ。ダイド、ありがとよ。なんと爽やかな歓声。ダイド君のフェアプレーに場内割れんばかりの歓声です。えらいぞダイド。ダイド、許せん。ダイドさん、しかしこれはレース。今度は2人の回想戦です。うわという間にタイヤ4本をオフロード用に交換しやがった。先に行くぜ。やめ。これは血だ。まさかダイド、お前
スの杉田くん、ほとんど独走中です。一方、最下位のシンクロくんがどうにか四クロくんたちに追いつきそうです。いや、追いつくというよりは四クロくんと大道くんのペースが落ちたという感じがしますね。足が痛む。くそ、せっかく改造したのにマシンより俺のペースがガタ落ちだ。ガイドに拾ってもらったシャフトが曲がってたんだ。これじゃスピードが出ねえや。どうしたヤンクロ、直感がもたついてるようだな。うるせえな、エンペラ見りゃわかるだろ。何、シャフトが曲がってるのか。よし、僕のスペアパーツに確か。オイラに構わな。このレースは絶対に負けられねえんだ。行けシンクロ。ヤンクロ、ほらもたもたすんじゃねえよ、ダッシュシンクロ。よし、わかった、任せろ。いけーシンクロー。ヨンクロー。え、ワンクロー。あれ、今ワンクロの声がしたような。し、静かに、ペットは入場禁止なのよ。ワンクロだ、応援に来てくれたのか。そういや、あのシンクロと仲良くなったきっかけはワンクロだったよな。けど最初にシンクロと会った時はキザカッコつけのお坊ちゃんだと思ったっけ。着いたぞ、あれがシンクロ君のうちだ。でっけえうち、まるでお城だよ。スメラギ、何度来ても僕の答えは同じだ。ダッシュオリアーズに入る気はない。ミニ四駆界のトップは常にこの南シンクロ一人だけだ。なんだあいつ。でも本当のシンクロはただのお坊ちゃんじゃなかった。か、重いな、買い物なんてオイラに頼むなよな。まったくばあちゃん人使い荒いんだからな。やめろ、素直にその子犬を渡しな。俺たちが可愛がってやるぜ。なあ、お前たちはこの子犬をいじめる気だろう。うるせえんだよ、そんなに俺たちに立てつこうってんならその子犬と一緒にお前も痛めつけてやる。かかれ。待て、誰だ。待て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 、シンクロ加勢するぜ。ヨンクロ、余計なことしやがって。あいつらなんか俺一人で倒せたもの。ふん、それより子犬は。ああ大丈夫だ、怪我はないかい。あ、その子犬お前の。かわいいな。いや、捨て犬だ。僕が飼ってやりたいけど血統書付きでないとママがうるさいんだ。そうだシンクロ、おいらたちが飼うよ。え、ダッシュウォーリアーズで飼うんだよ。うん、名前はワンクロだ。オイラが四クロ、お前がシンクロだからな。ワンクロか、気に入ったかい。あ、そうか、気に入ったか。四クロ、ん、ありがとう。やいい名前をつけてもらってよかったな、ワンクロ。 あの日からシンクロはオイラたちの仲間になっていったんだ。もしかして、おしっこ、ちょっと待ってよ、そこでしないでよ。フェンスの下、ヨンクロ君と大道君をパスしたシンクロ君、必死の追撃です。果たして、杉田君に追いつけるか。くそ、エリアに合った改造した方がスピードが上がるのに。スポンジタイヤを履きっぱなしのマシンに追いつけないなんて。全然迷わず進んでいく。まるでコースを知ってるみたいだ。何をうなずいてる。そういえば今までもたびたび。あれは受信機だ。誰かがコースを教えてるんだな。ふざけた真似しやがって。よし、シンクロの誇りにかけて絶対に勝つ。
杉田君、無改造のまま最後のエリアに突入しました。シンクロ君も別のルートで追い上げていきます。確かこの上におトイレが。杉田、そのまま真っすぐだ。そう、次のコーナーを左へ曲がれ。いいぞ、次のコーナーは右だ。あれは行き止まりだ。指示はどうした。今日のまではこれまでよ。正々堂々と戦いなさい。そう、どうせ出口は目と鼻の先よ。案内なんかいらないぜ。もう少しだ、もう少しで追いつく。シルタ、最後のエリアはストレートで抜けられる。こっちは迷路を抜けたぜ。このレースヘルスがもらった。嘘。へえ、そんなバカな。ああ。そのチェックを受けるのは僕だ。サザンクロスエクスプレス。そんなバカな。負けた。どうして。まだわからないのか。え、お前が改造を怠ったからだ。スポンジタイヤは水に濡れれば重くなる、重くなれば遅くなる。僕が速いんじゃない、お前が遅かったんだ。何をする。そこにいたんじゃ邪魔なんだよ。レースはまだ終わっちゃいない。ゴールを目指して戦う者がいる限りレースは続いているんだ。勝ち負けはないのに。ヨンクロ、大道さん頑張れ。ヨンクロ、大道さん、ダッシュ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 。そのダッシュコールはダッシュウォールやつだけのもんじゃない。そうだ、ゴールを目指す全てのものへのゴールだ。大悟、お前ってやつするな。何、大した怪我じゃない。大道、そして四九郎君、え、二人とも素晴らしいレースを見せてくれてありがとう。みんな、アゴゴリラ。ミニ四駆は大人の浅はかな考えを持ち込む世界ではないことがよく分かって。箱山さん、大道、聞いてくれ。私はヘルスキッズを一からやり直そうと決めたんだ。え、みんなも承知してくれた。そう、やり直すんだ。正々堂々と戦い、勝利をつかめるチームにするためにな。監督、うん、お前に教えられたよ、今回はな。監督、ヨンクロー、みんなよくやったぞ、ヨンクロー。かっこよかったぜ。あ、そうだね、シンクロちゃん。え、サザンクロスエクスプレスって何。いや、別に行ってみたかっただけだよ。やっぱりカッコつけただけか。みんな、よくやった。しかし、我々の真の目標は全国大会の優勝だ。気を緩ませず、次なる第三次予選に向けてダッシュだ。あなんだって、父ちゃんが生きてる。今明かされる父ちゃんとスメラギさんの過去。父ちゃんが生きてることが分かり、次の準々決勝に闘志を燃やすオイラ。みんな、練習コースで特訓だ。そ
そのオイラたちの前に現れたのが一次予選で戦ったスカリオンの奴らだ。くそー、オイラたちの邪魔はさせないぜ。次回スカリオンの逆襲、みんな脱出だぜ。今は小さな色だけど見失うなよ大きなゴールを。君は未来のウィナーだから、風に勇気を奪う。